やっほー。そう、設定したのも昨日ね、あの配信終わった後に早速しましたよ。お風呂上がり、うん、もうお風呂入りました。超ゆっくりしています。バナーもそう設定してみた、画像とかも設定してみた。ね、バナーさ、あの写真がなんか設定が難かったけど、なんか携帯で見るのとパソコンで見るのとまた違うんかなとか思ったけど、とりあえずね設定してみました。自分でやってみた。うん、自分でしたよ、すごい。すごい。テキパキ。テキパキ。サーヤン。そうそう、プロフィールもね、変えました。せっかくだから、インスタの URL もいろいろ追加してみたり、いろいろ見やすいようにしてみました。あ、そう、インスタもね、そう投稿した。すごい流れ星すごいね。あー、高崎駅の隠れ家ね、今日更新か。そう、今日か、今日か。そういう、あ、これ花火。そうだそうだ、隠れ家ひそかにファン、隠れファンですか。あ、花火なんだ、ごめん、流れ星か。なんで上に流れてんだろうってずっと思ってたけど、そういうことか。うん、高崎映画の隠れ家、あ、まだツイッターにも載ってないのか。あんまり隠れてる感じがしない。あ、本当ですか、隠れてないですか、隠れ家。今日は確かになんかずっと携帯触ってたな。ずっと携帯触ってなんかしてたな。あ、公式サイト、あ、そういうことか。あとじゃ、あとじゃん。うん、どうだった、どうだったかな。新規登録ができない。おお、そうなの。
誕生日迎えました、おめでとう。りょっぴーさん、おめでとう。幸せの一年にしましょう。文句言うことで、ちょっと待って、うわー微妙やな。アットジャムはね、神手かな、神手王子な気がします。そうそうそう、台風来てる。あ、そうなんですか。台風また来たんか。サイヤンです。ストレートのサインボールを立てしました。あ、昨日だっけ、昨日の記憶が、昨日か。ありがとうございます。あの剛速球を受け取った方ですね。デッドボールにならなくてよかったです。顔面に、そう、顔面にね、投げたやつ。2つ台風、2つ、なんか2つで来るね、今年。毎年だっけ。へえ。新種予約受付中って書いてた、予約しました。みんなありがとうございます。みんな違うよこれね、え、わけがあって、え、わけがあったよね、ちょっとこれ。そう、あのね、サインボールにもう書いちゃおうみたいな、そう、あの前日にね、書いとこうってなったんですよ。書けばいいよってなって、じゃあ私書けますから明日って言って書いたんやで、本当に書いて、そうで、だからどうなったかなって、昨日ね、もういいよってからね、予約してくれたんだって、嬉しい。ありがとうございます。あ、ちなみにあの表紙が4タイプあって、あのね、あとショールームでもまた予約の配信するし、ポストカードがもらえる、あとイベントもあります、東京と広島で11月に気が向いたら、はあ、はあ、って感じです。みんなね、みんなね、みんなよ。今聞いてる方みんなですよ。ポストカード何種類？そうなんよ。何種類なんだろうね。いっぱいいっぱいあったらいいね。かわいい目してますね。ありがとうございます。かわいい目。えぐいえぐいって、ちょっと違いますよ。幸せを、幸せをね一緒にね共有しようとしてるんだよ。そういうことだよ。確かにボールってとこが
さらに圧を感じるか。細身がかったところが好きです。ありがとうございます。時々言われます。目が素敵。目ね、何もしてないんですけど、メイクとかしてないんですけどね。逆に照明がいいのかな。ありがとうございます。これメイク落としたままない。そう、今日ちょっと暗いけどこっち側の光があるね。公式さんがポストしてくれた何を新しい写真。嘘、待って待って待って、どれね、こんなさ結構本人知らない感じでさ、どんどんさ、あのあれなんですかね。結構なオフショットじゃないこれ。サーヤンが本日更新のブログで写真集への熱いメッセージを語ってくれました。まだ見てない方は要チェックです。妖精、妖精の絵文字使ってる。そしてこの場所はこの前のシュールマン配信で見えそうで見えなかった。すごい、かなりのオフショットが急に来たんだけど。いや本当よ。私がちゃんと見せなかったやつ。そう、ありがとうございます。絶対買うね。ありがとう。サヤンしか、ありがとう。これはそう、パイナポーですね。パイナポーですね。ね、私本当やね、私全然見せんかったのに公式さんはこんなに見せてくれてみんなごめんね、なんか私がすごいもったいぶっちゃって、なんか すいません。公式さんは優しい。公式さんは優しいね。私はみんなにポストカードが届いたら答え合わせをさせようとしてない。公式さんはもういや、ありがとうございますという感じよね。そう、ここにねヒントがねあったんですよ。どこで撮影したのか、もうねわかりますね。はあ、面白い。こんな感じでございます。若返って見える私ですか。もうすごい、もうあそこし、そうよ、もうもうあの場所しかないよ。どうしようかな。これはって言いましょうかな。これは、てか公式さん、私の熱いブログを読んでくれたんですね。恥ずかしいですね。とりあえずめっちゃズームしてみた。ズーム。
どこですか？うん。まあそうね、これはエラーにはなりませんからね。ね、公式さんちゃんと見てくれてますね。しかも何気なく本当に更新したのに。しっかり見てくれました。これは。なになになに、なんか言ってるの？わーお、どうしようか。これはキャーここかな。何？触らないでください。何が何が？あ、マンゴーに書いてあるん。本当だ。すごいね。これは。これはすごいね。書いてあるけど、そういうこと。あ、でも違いますよ。このパインはちゃんと買ってちゃんと買って食べてますかね。これは私が持ってるやつはね、これちゃんと買って食べてますから、そう、そこはちょっと言っておきます。それは言っておきます。ただこのそうマンゴーがあって、その上にちゃんと私がこの前のショールーム配信で隠してたことが、言葉が書いてあるから、なんかその申し訳ありませんか、触れないでくださいみたいな書いてあるのがなんかすごい。
とりあえずじゃあ私もちょっと触れんどくわ。とりあえずどこかはまだ言わんけど、ちょっとそこは触れんどくわ。100ページありますよ。これはにしよう。これはにしたわ。タイトル、タイトル知らん。タイトル知らん。これはこれはあれよ。これはあれよ。言わんけど。タイトルどうでしょうかね。見てきた。そう、あの皆さんの想像に、やっぱりね、想像って大事だと思うよ。答えを言わないっていうね、とてもいいと思います。皆さんにはちょっと想像してもらって、一人ずつの何通りもある想像してもらって、どうでしょうかね。そういうことです。はい、え、でもすごいね、こんなに結構急に来ましたね。急にオフショット来るんだね。ちょっと私全然なんか考えてなかった。タイトルはわかんない。でもなんかあるのかな、ね、あるんかな。でもそっか、私はもうさ、あのこの前の配信でさ、こんな感じっていうのを見たからあれだけど、皆さんにとってはまだ何も見てないから、動画とかちょっとしか見てないから、そうだよね。ですよね。私のリアクションでしかね、分からんもんね。うわー、そっかそっか。でもそう、うん、まあいろいろあのね考えました。分からんけど、なんかこっちよりこっちの方がいいかなとか、この前いろいろ相談したから、どうなるか分からんけど、それが。
そうそうそう、構成をね。うん。ああ、HP なくなるページ。うん。わかると思う。あのそこのページを見たらこれかってわかると思います、ね、まだまだ言わんよ。あんまりさ言いすぎたらさ、皆さんがのさあの楽しみがさもう限界を超えるでしょ限界超えちゃうんじゃないでしょうか。どうでしょうか。そうまだね2ヶ月あんのよ。ん2ヶ月2ヶ月半ぐらい。あれからもうみんながもう楽しみでもうフラフラしちゃうと思うからさまだまだ温存しておきます。でも私はもう撮影して帰ってきた日にもうフラフラしてたから楽しみで楽しみとかなんかなんだろうな、ワクワクとかいろんな感情が混ざって結構限界突破してたから。そうそうそう、眠れなくなっちゃったからまだちょっと眠れるように。まあでもさこれから間ね、いろんなとこでまあお知らせできたらいいよね。出ししていきます。そう、皆さんが眠れる程度にね。やっておきます。なのでちょっと皆さんもちゃんと気持ちもね、気持ちもちょっと。整えておいてください整えてくだされ。うん、ゆっくりでいいのでまだ2ヶ月半あるので、そうそうそう整えてください、心の準備と。その前になんかね、ちょっと多分いろんなとこでいろんな紹介があるかもしれないけどね。盛り上げてくれたらと思います。盛り上げてくだされ。あと何日？確かに何日？何日だろうね。80日ぐらいかな。そうだね、今は
ヤンマが身分もあるけどね。お渡し会はね、そう楽しみです。ヤンマがもう残すところあと1ヶ月ぐらいだね。テンション上げ上げ。あと82日あ、そうなんだ。BLT さんね、いつなんだろうね。わかんないね、まだ。今日誕生日、おめでとう。さえちゃん、おめでとう。採用しの1年になりますように。あ、シービーロークお好きなの。もう秋、もう秋だよね。あいこさんオフショー、あ、出てた。 BLT でしょ。大人っぽかったね。うんうん。あいこさん、ほんとやっぱりフェロモンがすごいのでね。私前回はあのソラグラビアの BLT さんは確かに、まあ私はね、大人サーヤンでしたけど、今回はどっちかっていうと、なんだろうな、夏って感じです。そこまで背伸びしてない感じですね。なのでまた違った感じに見えるかなって思うよ。そう、ちょっと秋になっちゃうよね。バブサーヤン、もしかしたらそう、今回バブサーヤンまではいかんけど、でもうん、なんかそう、子供やん、なんだろう、まあでもちょっとそんな感じかなと思うけどね。さやかチャイルド懐かしいな。さやかチャイルド、あ、少女、かも。なんか衣装がね、さやかちゃん懐かしい。白アンペ、そうそう、可愛いんですよ衣装ね、好きな感じでした。写真集の方はね、自然体って感じかな。なんかグラビアとかって結構決めてたりするんですよ、雰囲気とかあるけど、そんなに作ってはないけどね。でも真珠は本当になんかそう、自然体って感じかな。だから結構違うと思うよ。ナチュラルね、ですね、ナチュラルですね。そうなんよ、写真集ってさ、人によってさ全然違うもんね、コンセプトっていうか雰囲気とか。そこがいいよね。全部自分ってとこがなんかすごいよね。当たり前さやんかもしれんけどさ、なんか改めて考えるとすごいね。確かにあの動画、1分の動画すごいよね。公式さんすごいね。
あれ詰まってましたよね、私が私が詰まってましたよね。ありがとうございます、編集してくれて。確かに秋かもしれない。うん、ありがとう。うん、そうですね。水のところ好きです。水のところ第2弾あるかな。あるかも。どうでしょうかね。何度も見てます。実は私もね、なんか見ちゃってます。あ、水ケアのところ、確かにあそこ、あのとあれも結構素だよね。あれも素です。うん、あのね、最初のシーンもね、実はちょっと裏話があるんですけど、まだ言わないつきますね。アマゾンで写真集約できますよね。うん、できる、できる、できる。でもね、あのツイッターじゃない、あの公式さんの方のプロフィールのところ、なんかね URL がね違ったんだよね。ね、いけないんだよね。そうなのよ。でも検索したらいけるかな。アマゾンさんでイベントありますよ。イベントあります。検索したらね出てくると思う。アマゾンでイベントは11月に東京と広島であります。明日ね、明日個人ファンクラブのイベントあるんだけど、そう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 、楽しみにしてます。ドレスコードはないですもう明日なんですよ。そう、早い。今日みちゅさんが今日だったのかな。ペンライトいりますね。あ、そうなんですか。ペンライトいりますね。なんか思ってたよりすごいなんかイベントになりそうなんですよ。羨ましい。またね、またありますから。ただね、そうなんですよ。うん、なんかそう、毎回違う雰囲気にしたいなと思ってるんで、明日はこういう雰囲気だけど次はまた違う風にしたいなと思ってます。
かね、そう、あのね、私当たったよってこの前の話し会で聞いた方よりも聞いたあの人数よりもなんかもっとさらにいらっしゃって、なんか分からん。全員さや推しだと思いますけどね。スパイファミリオスパイファミリオそれはおもろいなスパイファミリオ、会員証はどうなんだろう、またね9月1日から第2弾メンバーがするからね。って感じかな。あ、そうなんだ。へえ。トレード確かにあったらいいね。へえ。グッズ販売ある？あ、今日ね、みちさん楽しそうだね。楽しみにしてます。あら、またね、お待ちしております。で、次の日はアットジャムですもんね。アットジャムがあって、で、すぐ渋谷で、ツアーがあって、そしたらもう9月ですからね。もう9月になりますから。
8月終わるわ。受け取り、うん、よろしくです。9月は何が起きるんだろうな。何が起きるのか。公演はね、あのね、チャートリーがありました。振り返ると、15日で、18日にフェスがあって、で、24に新潟ツアー。ですね。で、え、そしたらもう30、29、30か、大阪。早っ。そしたら10月1日も打ち上げ祭りあるもんね。もう10月やん。早すぎ。生誕って、考え、なんかね、考えてるけどね。でも今2個あるの。2個、可愛い系にしようと思ってる。でもまだ、あれしてないよ。まだデザインとかっていうあれじゃない。うん。肌色はね、そう、やめたの。さすがに肌色をやめてくださいっていうね、あのね、ご意見もやっぱりあるので。さすがにねっていうそうだから、なんかもういい、なんか2色出していいよみたいなとかあったらね、出したいんだけど。そうなんですよ、ちょっと難しいか。なんか個人ファンクラブとかでなんか出せたら、もしかしたら出すかもしれない。肌色でもちゃんと可愛いやつね。
もちゃんと外に出てもあの大丈夫ね。いろいろ考えたりします。去年の生誕って言い過ぎた？うん、あのみかん猫ちゃん、みかん猫ちゃん、そうなんよ。あれ可愛いですよね。みかん猫ちゃん可愛いんですよ。私どんなデザインにしたっけな、思いつくたびにね書いてんだよね。あーこれか、なるほどね。あーどっちもいいな。うわー過去の自分すごいな。過去の自分すごいぞ。よく思いつくな。私はピンクにしようかな。かわいいよピンク。もはやパーカーとかも作りたい。パーカーで白とか作りたい。あ、ピンクの種類を、ね、薄いのがいいけど、私薄いピンクが好きだけど、着こなす自信あり。スウェット、あ、ね、かわいいよね。セットアップ、あ、かわいいね。パジャマ、パジャマ絶対かわいいよ。作れたらいいよね。まあそうなんだ。なんか時々そういうチャンスが来るから、そこで言えるようにしとこう。
テロップは、そこまで何の意味もないけど気分的に変えてる。暴れるコラボね、したいな。頭の中覗いてみたい、私の。あとちょっと結構ダークですね、私の頭の中は。出してないけど、ダークすぎてびっくりするかもしれない。ゆみですよ。そう、懐中電灯を持って行ってください。不思議ですか？あんまね、あんま出さないからね。つかめない感じ。単純ですけどね、結構単純だけど確かに本音はあんまり言わないから難しい。そうだね、もう大人だからね。そうなのよ、難しいよね。そうそうそう、ちゃんとね、そうですよ。でも子供、そう、子供のとこもある。自分子供やなって時もあるよ。そうそう。
ギャップか、私ギャップあるか。そうだね、確かにいろんな自分がいるかも。魅力って結構自分じゃ分かんないもんですね。人に言われて気づくことばかりですね。人のいいところはいっぱい見つけれるんだけどな。でもそう考えるのは、まあ、よく考えがちだけど全然考えてない時もあるから。全然考えてない時もあるんですよ。考える時は結構マイナスなことをよく考えるんですけど、それ以外のことは全く考えてないっていうか、なんて言うんだろう、なんか時々あの時なんかごめんねって言われても何がって思う。なんか基本的にあんまり気にしない、気にしてない。なんかこうなんだろう、悪意を持ったものはめちゃくちゃ感じ取れるけど、それ以外は全く分かんない。そうそうそう、ですぐ分かるね私。あ、なんか今なんか嫌われてるとかどうしようもないけどね、そこのそこは分かる。そうだね、感情系は分かるね。あとなんか嘘か本当かも分かる。本当はこう思ってるのにこう言っちゃったんだろうなとかも分かる。だからそれをそれに何だろう気づかない方が相手にとっていい
時もあるから、そういう時はそうそうなんだって、なんかしようと、なんか多分罪悪感かな、罪悪感なしの嘘とかは気づかないけど多分いろんな気持ちが詰まってるやつは気づく。そう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 。だけなんかこうドッキリとかは気づかない。ドッキリとか、なんだっけ。人狼とかはね全く分かんないけど、一対一で話してとかは気づく。ドッキリ系しかも私結構ビビリなんですよ。私結構何でも反応しちゃうし、ちっちゃい音にもなんか何なんですよ。すごいちっちゃい音も何の音って反応するからそうそうそう、なんか起きたらなんかってなっちゃうよ。音が急になったらってなっちゃうから、だから時々今の何って言われる。今のは何、気にしないで反応しちゃうよって。そうなのよね。寝起きドッキリはできないと思う。絶対起きるもん私。なんか多分ドアが開いた時の風の音で気づくと思う。なるかもしれん。分からんけど、気づかないかもしれん。その体調的に。寝たふり。でも私寝起きね、目が開かんのよ。大丈夫かな。私寝起き目開かないけど。多分さ、なんか起こされてもさ、何ってなりそう。何が起きたの。すみません、見えませんみたいな。タカオアウトだけ出てるかもしれない。タカオアウト、見えませんで終わり。メガさん、メガさん、メガさんやばいわ。
あ、そうだ、コンタクトも外してるからさ、本当に見えないんだろうな。それよ、つぼっちゃった。メルカさん。やばいって。あと、まあ普通に基本的にさ、急に目に光入ったらさ、何も見えなくならん。そうそう。眩しいよね。やめてよ、ちょっとイメージせんでよ、そののび太くんの。のび太くんのちょっとイメージでさ、イメージせんでよ。そう、想像力がすごいですね。私はあれ、静香ちゃんですよ。静香ちゃんの寝起きと感じですよ。静香ちゃんの寝起きを見たことないけど。絶対可愛いじゃん、静香ちゃんの寝起き。静香ちゃんも3 静香ちゃんも3かな。じゃあみんな参加、ドラえもんの登場人物みんな参加。あ、メガネかけとったら目が3になるんか。あ、そういうことね。あ、分かった分かった、そういうことか。口もさん、あー、そういうことね。あ、ジャイアン、確かにジャイアンよく口が3になってるよね。ママも3なの。口が3のドラえ、あ、確かにドラえもんも口が3だね。なんか口が3って、口が3ってみんな3。ドラえもん怒った時口がさん。あ、ジャイアンの妹も。そう、あ、ない、あ、Z ね。スネオ Z でした。
スネ夫整髪料確かに結構難しいよねあれね。癖っ気じゃないあれ、癖っ気さすがに、小学生だよね。どうなんだろうな、毎日整えるか、癖っ気じゃない、癖っ気だって。それ言ったらさ、蘭姉ちゃんもそうやからね。それを言ったら蘭姉ちゃんもう癖っ気だから。武器え、武器なの？すいません、武器だったんですか。すいません、ちょっと癖っ気とかちょっと、あ、そう、武器なんですか。すいません攻撃してる嘘でしょ。攻撃できるの？すごすぎ。いやもう蘭姉ちゃんだってもう、だってもう避けるからね。もうよけてはならないものを避けるからね。しかもなんかすごい高いとこからうわーってジャンプして怪我なしっていう。怪我なし。いやすごいね、多分ポテンシャルがすごいんだけど、そう元々の。でも最近のあの映画を見て、私はもうそのポテンシャルに注目していきたいなと思ってる。しかも最後の最後に違う、これあれなんですけど、なんかさらになんかアドバイスを受けてて、だから多分次もっと成長すると思うんだよね。もうこんなに強いのに、さらになんかそのアドバイスを受けてたから、もう多分次もっとすごいと思う。まあそっか、敵も敵っていうか、まあどんどん強くなっていくよね、こう進むごとにね。そうなんだよね、物語ってなんかどんどん強くなっていくんだよね。そうなんよ、ドラゴンボールでね、何回もそれはね見てきた。せっかくどんどん勝っていったのに、その帰ってきてもう体力なくなってきた頃にもっと強いものが現れてて、今から戦うのみたいな。その強い敵、まあ敵、相手、対戦相手だったものもまたさらに新しい人物出てきて、この人物はなんだと思ったら一瞬で倒したりとかね。だからえみたいな、世界は広いなみたいななるんですけどさ、
私ね、そうなんよ、あのね、そう、あんだっけ、スーパーは見てないんだよね。いや、そうなんよ、どん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 とどまることを知らないから。でもそれでも悟空はそれが楽しいって言うから、俺よりもっと強いやつがいるんだ、そして俺はもっと強くなるみたいな、ワクワクするみたいな、みたいな。しかもサイヤ人がその強いものと戦ったらどんどん強くなるような、そういうやつなんだよね。強いもん、自分より強い人がいるっていうのがなんか怖いじゃなくてワクワクなんだって。そうそうそう、そうなのよ。センズでワクワク系なんか、でもさ、他のあのいろんな登場人物、なんだろう、ドラゴンボールだけじゃなくて違う物語のと、なんか主人公も結構そのワクワク系多いですよね。なんなんだろうね。そうなのよ、なんかすごいワクワクしてるのよ。自分よりもっと強い人がいる、すごいな、すごいなって思う。何言ってんやろね、私。確かに本当にね、何の話しとるんって感じよね。本当にそうよね。何の話しとんやろね。いや、いつもなんですけど本当に何の話って感じよね。本当に強いて言ったら、これでいいんですか。これでいいんですか。いや、本当に。そう冷静になったらダメなんよ。そうね。私の話は冷静になって聞いたらね、ちょっと結局何ってなる。結局、うん。よく本当に聞いてくれてありがとうございます。本当に本当よ、本当にね、本当に皆さんじゃなかったら本当に何って言われるから。虫かな、虫。今私話してたよねみたいな。今私話してたってなる。独り言だったのかって。でも本当皆さんはなんとか私の話を聞いてくれるとありがとうございます。
かでないですか。あ、本当ですか。ありがとう。うん、そうね、気楽にリラックスして聞いてください。楽しすぎる。カプセルコーポレーションめっちゃ懐かしい。ね、私も最近さ、なんかいつもおはようメールでさ、配信まとめてるんだけど、なんか最近思い出せなくて思い出せないんだよね、なんか最近めちゃくちゃ。あー、カブスあれか、ポンってしたら車とか大きい家とか出てくるやつだね。懐かしいな、憧れ。大発明。でも皆さんはどこでもドアは欲しいですか？欲しいか。そしたらすぐ来れるもんね。そっか、あるのは前提として、前提としてで、気分的に今日はなんか交通手段で行きたいなって思ったらとかあるのかな。でもあったらあったで、なんだろうね、どうなんだろうな、特別感はなくなるのかな。自分の地元っていうか近くに来てくれたとか、あの土地まで行くんだみたいなのがなくなるのかな。難しいね。ね、便利な道具って難しいね。あー、そっか。いや、そうだよね。そこが難しいところよ。欲しい道具ね、なんかあったんだよね、欲しい道具。あー、タイムマシーン、タイムマシーンか、もしもボックス。でももしもボックスってさ、なんか難しいよね。あまり世界が変わらないようなもしもを言いたいけど、
タイム風呂敷もあるんだ。でもないな、タイム風呂敷にしたいやつ。タイムマシンがあったら未来に行くけどね。そう、モシャンボックス危険ってなったよね。のび太くんがなんかしてさ、結局なんか危険だねってなったからちょっと怖いんだよね。魔法使いだっけ、魔法使い、魔法の世界になったらみたいになったけど。あー、タケコプター、タケコプターね、あれも怖いよね。鳥さんびっくりするよね。そう、時間系怖いんだよな。そう、私未来見たいんだよね。過去に行って過去を変えて現在に至るよりかは、未来に行って現在を変えれたらなと思うんだけど、なんかいろいろあったら。そう、もし未来を見に行ってなんかとんでもないことになってたらね、未来で生きてなかったら、調べるかな、なんで未来にいないのか。どうしようもなかったらもうどうしようもないけどさ、あー、その場合もあるのかな。全然辛くないかも。私、ありえることだよね。何してるか気になるんだよね。でも私3年前の自分が今のこの現在こんな感じになってるとかは、まあ、想像つかなかったけどね。全然3年4年でも全然変わるから、20年後30年後とかどうなってる。写真集出してると全然思わなかったね。そうだね。でもよかったよ、本当。この、まあ、いろんな選択をしてきてさ、まずはこのオーディションを受けた時からすごいな。思うよね。そう、自分には無理だと思ってたらさ、まだそうだね、働いてたかもしれんし、どうだろうね。何言ってたか、何回も諦めたけどね、何回も諦めてかもしれませんけど。はじめまして、高尾さやかです。でも私さ、なんかもうカフェの店員さんとかしたいなと思ってたか、本屋さんの店員さんとか
なんか好きだからさ、カフェとか本屋さんとかの雰囲気にしようかなと思ってた。私はそう、アイドルになるという選択をしました。いろんな分岐点があったよね。本当よね、すごいね人生って。みんなもさ、いろんな選択をしてきて、いろんな、まあ、運命がもあるけどさ、いろんなことを選択してきて、こう私とねこうして出会ってますから。すごいなと思います。こうやって出会えてさ、いろんなことがあれど、それがね、私はね、本当にね、いい出会いだなってめっちゃ思うんですよ。だから私はね、本当に何年、何十年経ってもね、今こうして出会ってる皆さんのことをね、思い出しますよ。って思うんですよ、私は。でいつも思ってる。そうだよ。もうそこはさ、やっぱりかけがえのない瞬間なんで、今こう 3,4 年経って、すごい、もうそんな経ったんだなと思うけど、後から思い返してみれば一瞬なんでね。その一瞬がね、ずっと生きていくんだと思います。うん、って思ってる。ちょっと達観してるんかな。感じてるんでしょうかね。でもそう、精神年齢がさ、ずっとこんな感じなのよ私。結構小さい時からそう、高めだよね。小学生中学生の時はちょっとあれでしたけど、でも考え方はこんな感じだったの。小学校中学校ぐらいでいろいろ分かったんや。そう、なんかいろいろ分かったのよ。人間のなんだろうね、心理っていうか、やっぱりこうなんだなっていうか、なんかもう何度も分かって、もうあ、こうなんだ、なんかそう、もうね、そうなのよ、分かっちゃって、
で高校生からはもうこんな感じ。だからうん、そうアイドルとしてになった時からもうこの気持ちでいる。もう無駄には無駄にはっていうか全部そういう風に、だから変わってない何も。覚悟とかさやっぱりいろいろ分かってきたこととかもあるけど、いろんな節目でね変わってきた瞬間はあるけど、そうそうそう、本出版すごいね、できるかな。確かに私の自伝っていうんだっけ、エッセイ、確かに言うとこもないしね、自分のそういうのわざわざ言ってもさってとこあるもんね、ちょっと重いし、知ってしまったとこでさなんか変わるものでもそんなにないしさ、だからこそ私こういう今の高尾性格が出来上がってるんだみたいなっていう風につなげて いったら分かるけど、人生変わりました。全てを語る絵本ね、あ絵本もいいね、絵本書いてみたいな、絵本いいね、絵はいや絵あんまり描かんない、でもなんか褒めることが多い、なんか書きたいね、確かにちょっとなんかうんってなる4コマ漫画作りたいね、なんかうんってなるやつ、うん思いついたら書いてみるわ、あグッズね、そろそろ終わろう、寝るだけさあやん、おやすみなさあやん、そう私さ
おはようメールにさ、いつもおはさーやんって言ってるんだけどさ、なんか最近あさーやん始めてさ、なんかおはーやんってよく言われることが増えて、おはーやんの方がいいんかってなって、どうしよう。確かにおはさーやん、何の語呂にもなってないっていうことには気づいてはいるの。おやすみなさーやんはすごいわかるんよ、すごいいいなって思うけど、まあ、そうだよね、あさーやんはかかってるじゃん、朝とさーやんが、だからすごいいいなと思うけど、おはーやん、そう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 、わか、そうわか、気づいてはいるの。おはよう、おはさよ、でもさ、はーやんじゃないのよ、私さーやんなんよ。やんじゃないんですよね。でもちゃんとおはようってね、おはようメールにね、書いとかな。こんにちさーやんはね、好きなんよね。なんかよくない？こんにちさーやんとこんばんさーやんはなんかいいんですよね。こんにち銀灯も結構好きよ。こんにち銀灯。ね。そう、そうなったらやっぱおはさーやんかとなんですよね。そう、ほなほなおはさーやん、お、あ、おつさーやんあるよ、おつさーやんあります。まあでもおはーやんもありで、じゃあおはーやんもあり、ひまさーやんはないですね。ひまさーやん、カレーやん、時々はやるね。とりあえず何でもつけて、とりあえず何でもつけてる。結構使い勝手いいねってよく言われる。
この前さ、メンバーがさ、やんって言ったからさ、えって振り向いたらさ、ただのね、あのやめてのやんだったの。フィントフィント、ちょっと恥ずかしかったよね。あ、ありがとうございます。あ、何のフィントかね。結構いろいろ反応してしまうね、やけん。そうやんとかも、ピカッと。そう、耳いいのよ。耳がいい、確かに。最近だからね、曲を聴いてたらなんか、え、そこ聞こえるってとこのなんか音が聞こえてくんの、こんなとこにこんな音だったんだなみたいな。でもだからなんかあのね、だから逆になんかなんて言うんだろう、いろんな音があったりすると全部聞こえるから、なんかどれに合わせていいかわからんくなってぐじゃぐじゃになる。でもすごいぴったりあったらめっちゃおーたり、相対音感、そうなのかな。でも私、ああ惑わされずに歌う難しいよね、特訓あったら。そう、いろんな音がある中のちょっとした音は聞こえるけど。一緒には聞けない。ん、変わったわ。わー、よいしょ。と、いわちゃん、まいせんさん、立花はやとさん、こっぺさん、みつるんさん、ふじぽんさん、せいやんさん、おうさむさん、たてさま、えびすさん、ひろとさん、あおちゃん、いくごぴょんぴょんさん、ロックオンさん、けんたろうちゃん、ねこのおかずさん、いぬちゃん、よっちゃん、いなっちさん、もっちーちゃん、らーらーさん、がっちゃん、ときわさん、F しぶやさん、メガバイトちゃん、キャピさん、ミッドナイトシュガーさん、神戸のマーチさん、らくらくさん、大西くん、キャスパー大くん、ケリーさん、アキアンさん、ナリさん、ありがとうございます。イエーイ。ありがとうございました。ありがとう。ゆっくりとお休みくだされ。バイバーイ。バイバーイ。
バーイ、プチ。